すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。はい、今日はですね、赤坂のマイゴルフレンズさんにお邪魔しています。いつもありがとうございます。会員募集してます。はい、ゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか？今日は低いボールの打ち方やります。はい、それってなんかどういうメリットがあるんですか？まあ、なんか例えば、まあ、よくあるパターン、こうちょっとこう右とか左ずれちゃって、うんうん、前に木があって枝があるから普通のショットは打てない。お、低いボールじゃないと抜け出せないみたいな時。はいはいはい、あるね、よくね。じゃあちょっと低いボールの出し方についてゆいちゃんに教えてもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。じゃあ低いボールの打ち方。はい、まずはどれぐらい打ちたいか、そこの場所からフェアウェイまでどれぐらいあるのか。で、まあ男性で7番アイアン150、60ヤード飛ぶ人だったら7番アイアンで低く打ったら、まあ、半分ぐらいは全然距離80とか、うんうん、まあ、70は全然出るので、とりあえず今7番で、はい、で、まず打ち方はボールの位置いつもより少し右目、はい、で、すごいハンドパーソンに、はい、普通だと、うん、で、フェイスを振ってで、一番大事なのがフォロースルーでヘッドを低く出すっていうことを意識してほしい。うん、これ今普通に上がりましたね。で、これを自分の意識的にボールの位置少し右に上げて、ハンドパーソンに持ってきて、おー、で今ハーフショットで、これが1回普通に打った時にさ、うんうん、今2回目半分ぐらい高さが、これショットはしない。はい、なるほどね。ちょっと正面から、うん、もう一回打ってこう。この打った後フォロースルーで、このいつもだったらこういうふうに上がる、うん、それをこの辺りに取ります。はいはい、うん、低く出てる。ちょっと正面からも、うん、7番アイアンって打った感じでも50ヤードぐらいは、じゃあまず普通に打つね。はい、普通に打つと、ちょっとここで打ったら反応しないと思う。うん、反応はしなくて大丈夫で、少しこう右目に置く、うん、ハンドパワースに持つで、おお、なるほど。これを今7番アイアンで打ったんだけど、もっと例えば距離打てる、うん、100ヤード以上打てる、うんうんうん、次は例えばこういうユーティリティとかでも一緒、あの場合も一緒で、おー、だからすっごいランが出るから100ヤードが全然転がる。なるほど。で、これもう一個気をつけてほしいのが体重移動しないこと、うん、まあ、そもそもフルショットしないから体重移動しちゃうとボール当たる位置ずれちゃう、うん、右足を置く、ハンドパーソンに持つ、少し左足に体重をかけてこの状態のまま、おー、だと低く出るし、ま、この例えば木がこのここぐらいまで木の枝があっても、うん、この打ち方だと全然高さの問題なく出せる、うんうん、そうだね。で、今打ち出しでこの辺りだから、うんうんうん、ま
5センチぐらいまでだったら余裕で稼ぐ。なるほど。っていう感じで、はい、ランもすごい出るし、うん、すごい、まあ、例えば今言ってたのって、うん、前に木があって、うん、それ邪魔で服出したいっていうところもあるし、単純に別に木とか何もないけど林の中とかで下がもう芝生じゃなくて土みたいな状態になってる時とかでもこれ打てる。うんうん、そうだね。これが今持ってるピッチングなんだけど、ピッチングでもいいし、うん、上がっちゃうよね。うんうんうん、これでもまあまあ普通に打つよりかは全然そうだね、まあ、半分ぐらい。なるほどです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今回はボールを低く出す方法についてゆいちゃんに教えてもらいました、はい。まあ、これねちょっと練習しとけばやっぱどうしても林とかコース行ったら入ることあると思うんで、その時に使えると思うんで、ぜひね練習してみてやってみてください。はい、それでは終わります。バイバイ。